やるとするか、やるとするか。ちょ、今日だいぶちょっと生きれ立てるから、ちょっとあれだと。やばいことになるかもしれんな。オイゲンスタット。いや、あれなんじゃないのか。お、すげえなんかあれだな。荒々しい。おお、何やってんだ、てめえたちは。おい。ラファエル様って結構いい線いってるよね。ラファエル。そこがいない、なに、なんつって言えば。守ってあげたいタイプ。頼れないみたいな。おお、すがった。頼れないって言ったんだ。なるほど。そのラファエルってやつは何言えばいいんだな、とりあえず。てるてる、ガーディアンリング強そうだね。てってるてってって。この曲はだんだんちょっと癖になってくるんだけど、恐ろしいよね。てってるてるって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 。格闘系のやつもよくわかんねえな、まあいいや。まあ必要になったらあれだろ。買うときは来るだろ、きっと。よくわかんないけど、必要にならないままクリアしてしまう可能性もあるけどな。まあわかんないけど、まあそもそもクリアできるかどうかもわかんないっていう、まあそういう可能性もあるけどな。てってるてる、ここどこだ、ここは。ここはどこだ、一体。お、なんかあそこ怪しいな。なんだあれ。あからさまになんかすげえなんか怪しい物体があるぞ。ちょっと待って。てってるって。なんもねえじゃねえか。こういうとこなんか怪しい気がするけどな。さあ、今日の強敵は一体どこにいるんだ、一体。もうなんでも OK だぞ、俺は。もう気分的にはもうどんな強敵でももう、もうなんか叩きのめしてるっていう、そういう、まあそういう気分だから、まあ。いいんじゃないのか？てってってって。幻。おー、なんかすげえまだいっぱいあるな。現代戦士術とかすごいなんかね、わけなあかんねえな。マヌーサとかそういう類のあれなのかな。それともなんかなんつうの。そういう属性をつけたりとか、そういうあれなのか。スピア、メイス、アイアンヘルム、鉄の子で。え、そういうのもなんだ、なんかなんつうの。相性っつうかなんか。か相性とかもありそうな気がするんだよな。トゥルットゥ、やだ、誰かいねえかな。誰も、いない。そうか。てってって。いい曲だ。よし、殴り込め、殴り込み。おい。ハイリヒ。まあ、とりあえずもう全員ぶっ飛ばさないんだ、とりあえず。え、この裏は裏ってか、まあ、いや、多分なんもないと思うんだけどな。まあ、いいや、とりあえず行くだけ行ってみよう。お、早速いいんじゃないか。おい。噂のラファエル。見習い騎士。あ、見習い騎士なんだ。ハインリヒ。おいらジャミルって言うんだ。ゆっくりお相手したいんですが、ミルザブールで騎士団の会議が開かれる。よければ一緒に参りましょう。へえ、いいんだ。こんななんかなんていうの。ほら、なんも、なんていうのかな。おお、動かせる。おいら、ジャミルって言うんだ。なるほど。騎士団の精神も失われてしまった。これあれだね。あれ、戻ってきたのか、俺。ミルザブール。私はこのテオドール。何？だが全力尽くしてからまい。フラーマは。フラーマさんならもう会議所の方へ。我々も行こう。なんか戦争起こすとかそういうあれなんだ。何話し合うんだ。モンスターが現れたなんて討伐隊を派遣しようと聞いて、あ、なるほどね。金がかかるとかなんとか言って渋っている。それでは会議を始める。ギーダーの説明を。西部の山岳地帯にモンスターが発生した。討伐部隊の派遣を提案したい。モンスターの被害は。害がなければ放っとけばいい。モンスターのさばらせるのか、騎士団の誇りはないのか。戦いには金がかかる。そのモンスターたちは放っとけばいずれいなくなるかもしれん。戦わずにすれば結構なことだ。金、騎士として恥ずかしくないのか。騎士以外の発言は認めない。最近の若い者は礼儀を知らん。見習いのくせにでかい口を叩くな。騎士ではありませんが発言してよろしい。どうぞフラーマ殿。ありがとう。最近のモンスターたちの活発な動きはこの地域だけのことではない。イスマス城がモンスターに滅ぼされたという噂もある。イスマス城が結構あれなのか、でかい大国なのかな。モンスターたちがただ流れモンスターなのか、調査が必要ではないでしょうか。なるほど。採決を行う。モンスター討伐に賛成の者は。賛成。反対多数、下駄が決された。弊害です。私一人でも行くぞ。騎士団を誇りにかけて。まあ、じゃあ一緒に行こうぜ。どうしても行くのか。もちろんだ。我が騎士の手本ならでは。君は残って若い連中がバカの落ちてかさないように注意してくれ。私を連れてください。お前ではテオドロの足元になるのがこちら。許さん。ラファエルにもチャンスを与えよう。君が心配なら分かるが、私がついてる。大丈夫だ。ありがとう。死の準備だ。お！放っておけない一緒に戦おう。一緒に戦おう。俺たちも戦うぜ。私は猛烈に感動してるぞ。猛烈に感動してくれ。感動しまくってくれ。ただこれだってあれだろ、だってやったまえだろ。お、テオドール強え。強すぎだろ。何この強さ。なんか持ってんの？持ってない。え、腕力14、体力16、ちょっと待ってよ。
あ、でもそんなに今変わってる感じはしないな。まあ強いっちゃ強いけどね。ラファエルあれだな。なんか覚えてないの？覚えてない。いやでもこれはあれだろ。テレテテレテ。何このアイアンソードこうって。え、装備できんの？あ、装備できるんだ。なんということ、新しい事実が発覚してしまったな。で、これどこに行けばいいの？ご分をお祈りしております。時はことしている。サルインを顔されるときは、サルイン、いや、サルインって本当なんかあれだよね。いや、結構有名だと思うよ、本当に。だって俺全然ロマサが全然知らないけど、サルインって名前してるからさ。まあその名前してるから、まあ相当あれなんじゃないかな。開かない。ててさあ、どこに行けばいいんだって。俺は仲間めっちゃ増えたじゃん。仲間が恐ろしいほど増えてるぞ。え、これあれなんじゃん、これ対列でなんかあれなんじゃん、対列っつうかなんか並べ替え。え、これはさ、これはこうだろ。あれ、これどういうやるのこれって。ちょっと待って、ミリアムを、え、そうなっちゃうの？これ関係ねえとかすると思う。まあ、ちょっとやれば分かる。てかさ、何これ、仲間 9人までいけるってこと？それはさすがにないか。仲間9はねえだろ、いくらなんでも。いや、意外とロマさんが結構あれだからな。なかなかちょっとえげつらい、なんか、難易度してるから、もしかしたらまあ、それはありえるかもしれない。テレテレテテテ、まあ、やればわかるだろ。戦えばわかる。ちょっと待って、ちょっともう一回貸してくれじゃん。先ほどのとこに。あ、ここにそれあれね。ちょっと待って、まずここ行かせて、ここ行かせてちょうだい。テレテ、俺入るぞ。守ってあげたいタイプ。なるほど。母性的なあれね。この裏な、何もねえじゃねえか、チキショウ。何もない。まあ、ちょっと城をちょっともうちょっと見せてくれよ。トゥルッと横行ってねえんだよな。てって。そうか、モンスターたち倒すのか。強いのかな。え、どういう感じなんだろう。なんかボスとか出てくるのかな。よくわからん。俺が何を成し遂げればいいのかさっぱりわからんぞ。まあ、とりあえずモンスターとか行けんだろ。トゥルッと、誰もいねえな。誰もいなすぎたらこのわけなあかんの、王国は。てって。これはきっともうジャグルのテーマ曲なんだな。まあ、結構なんか、まあ、これはこれでいいかもしんね。こののほほんとした感じ。なんか、ジャミルっぽい感じがするわ。てってって、おい。そうか、もう2時間40分やってんのか。じゃあ行くぞ、そのモンスターとやろう。おー、何すんの、これ。てて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 。これ、こうなってるってことはさ、あれなんじゃないの？届かないよね。あ、しかも、はやぶさに身が使える。あれで前出たらやればいいんか。つうことは、お、勝手に上がってる。戦ってねえくせに。ちょっと待って、てかめちゃくちゃ強くなってね。並び替えらしてくれ。これ、ここに行ったよね。これでいいんじゃね？こうだろう。ちょっと把握したかもしれない。こうだろう。どうだ。ちょっとこれでやってみるわ。間違えた。広いな、なんか。え？そういうあれじゃないの？後ろ下がる。前で黙れ。てるててんててるてん、よし。え、じゃあこれで、じゃあ次の戦闘の時はどうなってるのかな。ガンガン上がるな。てるてるてん、なにこれ、敵を全滅させんの？そういうあるじゃん。おお、なんかやばそうなやつが、野蛮な獣がいるぞ。てててててて、
なるほど。これと根本的にあれだな。根本的にまあどうにかしないとダメらしいな、これ。これどうだ。これでやってみよう。てる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 。なに？あ、こういうこと？ちょ待って。全員分設定しなきゃダメだったんだ。なるほど。ジャミル上だろ。そういうことか。そういうこと。なるほど。やっと理解したよ。だからこういうことだろ。なんてなんか右側だな、左側だな、ずっとあんだろうなみたいなずっと思ったけど。で、これでもあれだな。OK ってことだな。OK。なるほど。よし、じゃあこれちょっとこれで見てみるわ。お、来た来た来た。こうだ、こうだ、こう。これよ。やっと俺の望み通りなんだな。だって別にあれだな。もう防御でいいだろ、待って。で、これ殴ると。で、ラファエルもあれだろ。これでいいだろ。まあ、強いやつ3人持ってって。で、あとのことはまた後で考えると。ういてれてれてれててててんてて。あの妖精はいたの、こんなの怪しいな、ここな。ててて、て、なにこれ。80。全滅させないの？よくわからん。てれてれてん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 。いや、まだとテオドールのちょっとあれが分かってねえんだよな。だからここで多分、弓とか持ってればさ、真ん中から攻撃できるとか、それあれじゃね、後列から攻撃するみたいな、そういうシステムか。そういうことだろ。てるてるてん。おお、まひた。やりやがるな、こいつ。しかし、いい曲だな、ほんとに。で、これ、ジャメルのやつを、ジャメルの弓を外して、まあ、誰かにつけてみたいな。そういう感じでやればいいんじゃん。おい、でもなんか仲間が増えたことによって、あったあれだな。やっと対応できる、こうやって。さすがに無理だったよ、最初のあの状態だったら。とんでもねえぞ。てってって、ドン。よし。ハゲチャピンドームだ。てん、てかてってってん。てるてるてよ、どんどん来るじゃねえか。どんどん来るじゃねえか。いいぞ、じゃあ、ガンガンやるよ。おい。お前誰だ？お前妖精か。お、かっけえ。なんだこれ。プロセルピナ。恐ろしそう。ちょ、こいつ強いんじゃん。120。めちゃくちゃ強え。てってて。よーし、かかってこいや。新しいの来た。オラミアだ。有名なラミアじゃん。てってん、てってん。あとしてろ。てるんでてん。お、すごい、もう戦闘がすげえスムーズになった。仲間増えるとあれだな、なんか全然違うね。アイガップ、どんどんあれだな、その分なんかどんどんあれだな、戦闘のあれかなんかも。ちょ待って、上の試したいのは、武器を、あ、外す。外すべ？外した。で、じゃあどうする？ラファエルにつけてもいいしな。ミリア、ミリアムでいっかじゃん。腕力7、ちょ待って。4。まあいいや。よくわからん。これでいいだろ。で、これで弓使うことによって、あれだな。あ、バンバンやりたい放題できるっていう、そういうあれなんじゃない？そういう寸法だろ。あれ、ちょっと待って、これ戻ってきたもん、して。いっぱいいるな、しかしよ。てる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 。てるてる。ははは。うごめいてやがるぜ。よし、回ったら、ちょっと絶滅、絶滅させてくから。ほれ！てーてー、てけてーてー。じゃあ、これで、ちょっと待って。まあ、こういうことだよな。こういうことよ。しかし、ってまた変なの出てきたな。てれてれてんてんてん。ほら！強え。テオドロ強えぞ。てれ、全然食らわねえ。まあ、弓そんな強くないのかもな。そもそも。
まあ、なんかとてつもない強い意味が手に入ったらあれなんじゃない、結構いい感じなんじゃないか、もしかしたら将来的には。テレルレンレルレン、テッテデン、いいぞ、ガンガン強くなってくれ、恐ろしいほど強くなってくれ。あ、今そうどんどんレベルアップしてんね。それもランダムなのかなんかな。ドゥレドゥ、ジャミルのなんつうのアイアンソード、そんななってるんです。なんか結構戦闘重ねないとなんかレベルアップしなかった気がするけどな。テオドールどんどんなんかあれ上がってるぞ。ドン三。音いいな音。ドゥドゥドゥン。ウィー。テレ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 。金ばっか手に入るね。まあ、ありがたいけど。てるてるてん、ないよりはいいだろう。うらっ、お、また集めてきた、スプライト。てんてれん、なんか覚えてなかった今。ちょっと待って、かまいたち、なんだこれ、レベルが上がったからか。お、あ、強いんだな、こいつ。多分剣か、剣利かないやつだ。剣効かないけど構えたじゃ効くみたいな、そういう感じだな。多少効くみたいな、そういうことか。お、ガンガン強くなっていくじゃねえか。このイベントあれだな、やっといてよかったな。ふれっ、ウィー、テレテレも絶好調だぞ。テレテレテレ、ウィー、テレテレテテテ、140、いいんじゃないのか。テレテンテテテンテテンテテテテ、もう敵だいぶなんかしますきますけどな。これ扉のところに敵誰かいんのかな。テテ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 、地味に強くなってんだな。地味に強くなっている、そうでもないか。やめてくれさっきと変わんねレイピョの威力はなんか上がってる、たまになんか上がってんだけどな。たまになんか40ぐらいたらけ出すとき、よし、テレテレテレテ、結構馬がいるのかここに。おお、大量にいるね。やる気を倒しまければいいんだな。さあ来いや。テレテレテ、あ、なるほど、これあれだな、わかった。なんかその戦闘の入り方によってあれだな、 体型ってかこの人形が変わるね。でも横向きだったからね今。一回逃げるわ、正面から行こう。多分正面が一番あれだろ。あ、でもただ将来的にはどのなんつうのかな、どの状態になっても対応できるようにっていうのが、そういうあれが出てきそうな気がするね。ルル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 ル、なんか一回逃げて、テレテレテ、ほらでこれで正面なんだろ。どうだ、ほら、そういうことだな。てれてれて、反撃中。あれ、エナジーボルトの回数が増えてる。7になったね、つまりが。てれ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 。反撃中。お、結構あれだな。41。やってくれんな。回復の手段がねえんだよな。てれてれて。まあ、とりあえずあれだな。ボスがいないことを言うのは。トゥルトゥルトゥ。お、だんだん強そうなやつが来たね。ちょっと早めさぎの使っていくか、ちょっと。トゥルルルン。あ、ちょ、一応殴っとくか。間違えた。早めさぎでめっちゃ近いんじゃん。トゥルトゥルン。43。トゥルトゥルン、トゥトゥルトゥン。尻尾強そう。うわ、強えな。あ、そっち。やばいんじゃないか、これ。あーな、攻撃簡易的なあれ？そういうやるか。多分そういうことだろ。何？しぶてえ。一回逃げようかな、これ。いやでもここまでやってしまって、ここまでやったらなんかもうやった方がいい気がする。まあ強い。まあやぶくなったら逃げよう。ちょ、これ使おう。
この予感の舞台ザ・ファイアウェイもかまいたち、あ、これは全員分使えるってことか。スカルラムは強いな。どうだ、寝ろ、眠りがし、いいぞ。大胆なにもやってこないと。で、この炎をつけることによって、うお、強え。二段階、これ二段階ってかあれだね。すごいね、これね。大胆眠った。まあ、一回まあ、じゃあこっちでや。面白いな。いや、奥の方にやったらなんかあれなのかな。飛ぶのかな。そういうわけじゃないのか。よし、行った。てれてれ、やっと来たぞ。やっとここまで来たぜ。てててて、ててんてん。まあ、普通にこれ殴れていいだろ。おいよ。さあ、頼むぞ。てんてててて。おお、クリティカル。お、すげえ、一撃なんだ。一撃。こんだけ苦労したわけには全然あかんで。うわ、いすぎだろ、いすぎだろ。いや、たっぷり嫌がるな、ほらたりや。うええトゥルトゥルトゥル。やばくねこれ、戦いしたのかこれ、全部。トゥルトゥルトゥル。100ロ、だいぶ上がってきたね。いや、ちょっと技切れてきたんだよな。これでも一回戻ったらどうなのこれ。もうおしまいなんじゃねえかって言われたよな。いや、多くねこれ、戻っていいのかな。これ、結構きついぞ。恐ろしくきついぞ、これは。なんということだ。なんということだ。いや、これはいけるだろ。このスライム軍団。これはいけるべ。新しいの来たな。いや、これやべえな、マジで。どんだけ戦ってんだよ、マジで。もう、どそろしいぐらい戦ってるぞ。いいのかな、この戦っちゃっても。モンスター退治って聞いたから、まあ、ここをずっとばかりにすげえ戦いまくってるけど。こっちも強そう。見た目強そう。てれてれてん、ドン。何？もうまあまあのあれだな。まあまあの威力持ってやがれた。てれてれ。いや、もうだいぶ撲滅したと思う、今。この現時点で。うええ。まだでも減った感じがしね。ほら、新しいのまた来た。ちょっとやばかった、逃げよう。火のファンダム。まあ、かまいたちでいいだろ。いや、もったいないか。いけるか。いや、強いかも、強いかも。バカ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 。スルーバーニング。よし。全力で逃げよう。危ねえ。テオドールが強くてよかった。あれ？これもなくなったの？よし、逃げるぞ。さあ、逃げましょう。とんでもねえ。とんでもねえな、この界隈は。おい。普通のあれ出せ、普通のあれを。普通のあれを出すと言ってるだろ、俺は。うええ、普通のやつができたな。しかし、これはもうだいぶやばいぞ。あと3体でおしまいにしてくれ。3体だけでおしまいにしてくれも頼むから。てんてんてんてれてれてれてんてれてん。まあガードしてろ、ずっと。ラファエルマイナスした方がいいのかな。ういえバカ。こいつ強い。こいつ強いぞ、見た目の割に。全然なんかあれでも倒れねえもん。謎がこう眠らせる。じゃあ無理だよ、これ。どうだ、全然倒れねえ。もう3ターン。おい、やっとい、やっといったぜ。とんでもないな、ここ。やっといったー。うわー、まだいんのか、これ。どこまで続いてんの。ま、やばくね、これ。嘘でしょ。え、それガチ系なの、それは。それガチ系なんですか。それともなんか奥、もう奥行った方がいいのか、じゃあ。我々は。
奥の建物行って。お、そういうことか、これは。そういうことなのか。ちょっと一回そっち行け、そっち行け、そっち行け。で、このマイク。無理か、そうか。そうか。そいつは恐ろしいな。なんか構えたぞ、覚えたわ。構えたぞ、覚えたってのと、謎の物体を覚えたってのと、また防御するわ。よし。まあ、こいつはこれでいけるな。てれてれんててん。バカ野郎か。てってれん。次。帰ろう。俺は帰るぞ。これはもう危険かもしれない。これは危険だ。ソーライ。いや、ちょっと待って、これさ、ちょっともうボス探そうぜ。ボス探してもらえたら、これ。これやばいだろ、どう考えても。ちょっと俺はもうちょっと固定観念に取られてたかもしれない。まあ、とりあえずモンスター討伐みたいな、そういうあれがあったから、なんか俺はなんつうの、ちゃんと全部倒さなきゃいけないんじゃないかと思ったけど、まあ、そもそも、もうなんつうの、その元となるやつを俺はもうぶちのめした方がいいんじゃないかっていう、そういう結論だよ。そうしよう。さあ、行ってくるぞ。かかってきやがる。もう誰でもかかってこいもん。おぉ。かわいらしい、また。かわいらしいやつが来たな。もう全員やべえよ、もう。宝箱もあれだろ、多分。なんかもういいのなさな気がするんだよな。予想としては。てれてってれてってって。やめて。てれてて。それこれなんかまた帰ったらってあるじゃん。また帰ったらってこれ元に戻るんじゃん、多分。多分そういうことだろ。で、元に戻ってまたこれ来なきゃいけないんじゃないの。つうことはない。俺一生懸命なんか俺頑張ったけどな、これ意味なかったんじゃねえかって言ったらなんか。一生懸命なんだぞ、敵戦ったけど。竜人族、またなんか恐ろしい強そうなあれだな。またバリエーション変わりやがった。ドーン。てれてってってって。あ、ちなみにラファエルにちょっと攻撃をさせてみたんだけど、全然あれだったな。ちょっと。全然食らわなかった。てれてん。よし。おー、レベルアップ。なんか剣がレベルアップするとあれだな。なんか技を覚えるな。何かしら。おい。何かあるかもしんね。なんもなかったか。でも多分威力自体上がってんだろ、きっと。よくわかんないけど。で、てれてれ、お、強くなってんな。てれれれん。てん、てれれてってって。いや、しかし5人パーティーは。もう5人パーティーじゃなかったら終わってるよ。もう、てか、宝いいだろ、もう。宝来ちゃったよ、また。もう金しか出ないってねえじゃん。もういらねえだろ、もう。って考えたら俺はもう取ったらもうなんかもうなんつうの、ボスがいるんだったらボスのとこ行った方がいいのかもしれない。てれてれ。で、俺はとりあえずあのわけなかのとこ越えていかなきゃいけないね。おい、固まってるんじゃねえおめえら。全滅した。全滅させたよ。とんでもなすぎだ。ちょっと待って、こっちじゃねえか。じゃあこちら一回手そうなセーブしよう。てれてれてれ。なんて恐ろしい、なんて恐ろしい場所なんだろう。マジで言ってんの。これもしかしてさ、これ相当鬼畜ゲーム、これ相当鬼畜なんじゃないかっていう、ちょっとそういった今、もう疑問にちょっと今あれなんだけど、疑問を抱いてるんだが、もう俺はちょっとよくわかんないな。もう俺にはもうよくわからないよ。ういえ、いよいよなんかそれらしきなんかわけなかね、獣ちゃんが来たじゃねえか。さあ行くぞ。だろ、ボスか、ボス。ボス。おめえかよ。おめえかよ。あ、じゃあこれ使うわ。てれててんてん。お前、どんだけ俺がこんなさまじいことになってるか。わかるか？うりゃー！ぐる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 。ぐる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 ファンゴ。死んだ。死におった。回って死んだ。それでいいんだ。この後ろにまだいねえだろうな。この後ろにまだちょっと恐ろしいやからはいねえだろうな。お宝、お宝、お宝。300。おしまいか、これで。終わったのか、すべて終わったのか、これは。いや、ちょっと油断するな。まだ油断するんじゃないぞ。まあ、何かしらかもしんねえからな。この界隈は。
え、でお金どうなってる今。お金めっちゃ増えてる。3500だよ。3500。武器とか買えんじゃん。え、これ武器買った方がいいのかこれ。この段階まで来たら。もうだいぶなんか強くなってる感じですけど、なんかアイアンソードとか。買った方がいいのかな。え、なんでこれ敵放置していいのこれ。これ帰っていいのこれ。よーし。きっと、終わった。やった。やった。君たちの目的の、うん、協力のおかげで。おお、ありがとう。いい勉強になりました。ふざけんじゃねえ。いい勉強どころじゃねえぞ。まあ、確かに、まあ、いろいろ勉強になったけどな。目を覚ましてくれればいいんだが。ジャミル様、おめでとうございます。きっと手柄をお立てになると信じていましたが。そうか。ずっとこの曲の、ジャミル様、お伝え申しております。帰りができたな。え、ちょっと待て。推薦できる。抜けないで。抜けないでくれ。いや、お前ら、よこせ。よこせ、お前ら。どうすりゃいいんだ、これ。まあ、だいぶ強くなったけど、強くはなったが。ね、ずっとこの曲なの。まあ、一個問題解決したな。まあ、でもこれまだ序盤だから。いや、ちょっとまあ、かなりもう、凄まじみになったけど。あー、恐ろしい目になったな、マジで。まあ、とりあえず俺はもう、俺も帰るとするか。って俺もどこに行けばいいのかも分かんないけど、すでに。あ、なんかもう一個の町があってる気がするな。まあ、とりあえずそこに行けんだろ。分からんけど。とりあえず。さらば。